はい、秘密の宝箱佐藤和也です。ずいぶん久しぶりの録音になります。実は最終話は思いもよらない事実っていうタイトルで録音してみようかなって思い立ったのは2020年の夏なんですが、本日は2021年の5月になります。なので丸10ヶ月ずいぶん長い間、思いもよらない事実というタイトルだけ決めて、全く内容については進まなかったということがあります。自分でもね、早く録音したいなって思う気持ちはあったけども、なかなか進まなかったです。で、今回から1、2、3ぐらいの感じで最終話、思いもよらない事実をお届けしたいと思うんですが、3巻の中で結局何が佐藤和也は皆さんに伝えたいのかっていうと、自分自身が神の子で救世主であるという客観的事実をお話ししたいと。まあ、そのお話は2、3分で終わりますが、その2、3分だけをお話ししても、それが何を意味するのか、おそらく誰にもわからない。自分もね、その事実自体は知ってたの。何年も前から。でも、それが何を意味するのかということは、ある時突然ひらめいたっていうか、あれ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 ってこう、気づくまでに何年もかかったんだから。だから、その2、3分で思いもよらない事実だけを皆さんに伝えても意味がわからないと思います。で、そういうわけで3回に分けてお話ししようと思います。第1回目は、まあ、準備段階としての今日のこのお話ね。そして第2回目は大本教だとか出口鬼三郎や世界中の予言とか、あるいはまたタイガース、テンプターズ、ユーミンやエヴァンゲリオンなどのいわゆるシンクロというかリンクしてるっていうお話ね。その辺の部分をあまり細かくは説明できないかもしれないけど、駆け足でお話ししていきたいなと思ってます。そして3回目はその具体的な何が思いもよらない事実なんだと、その部分をお話ししようと思います。そういうことでどうかな、皆さん興味持って聞いていただけるかどうかわかんないけど、最後まで聞けばそれはそれでもしかしたら誰にとっても重要なことになるかもしれないので、できればぜひ聞いていただきたいと思います。はい。それでね、この思いもよらない事実というのをタイトルだけ決めたのは、さっきもお話ししたように2020年の夏なんですが、そこから数えるともう10ヶ月、結局全然録音が進まなかった。その理由は何なんだ。例えば人によっては、怪しいじゃないの、1年もかけてインチキなお話を練ってたんじゃないのって、そういうふうに思う人もいるかもしれないので、まあ、その理由をお話しするとね、結局ね、なるだけ簡潔に人に分かりやすく伝えたいなってそればっかり考えてたんだけど、結論を言うと、この手のお話を分かりやすく簡潔に伝えるのは不可能だということに自分自身気づくことに半年以上かかったかなと思います。まあそりゃそうだよね。だって自分が神の子で救世主だよっていうことをラジオのトークだけで、自分のことを全く知らない第三者にそれを伝えるんだもん。それはやっぱり誰にとっても難しいことだと思う。で、俺は結論出したけど、分かりやすく伝えるのは難しいです。だから3回ぐらいに分けてお話しすればもしかしたら分かってもらえるかもしれないけど、短く簡潔に伝えるのはちょっと不可能だなってことに気づくのに半年ぐらいかかったのかなと。それと、なんで録音しなかったのかっていう一番大きい理由はね、話そうとするとこの気分が乗らなかったからなんだよね。で、今日もね、ずいぶん久しぶりに録音ボタンを押してるんだけど、一番最初の頃はもう9回ぐらい NG を出して、たった1回の録音をね、終えるのに10回も15回も録音ボタンを押してね、なかなかうまくお話ができなかった。慣れてきて、まあそういうことだんだんなくなってきたんだけど、今日はね、もう久しぶりなので緊張もしてるし、うまく話できるかどうか、舌がなかなか回りません。で、三つ目の理由がね、さっきのお話の、結局なんで話そうとすると気分が乗らなかったのかというと、今まで自分は
モノローグというラジオの中で自分自身の過去の出来事をいろいろすごく楽しくお話しさせてもらったんだけど、かっこ悪い話や自分の家に泥棒が入った時の話や会社潰しちゃった時の話や、そうね、それはね自分自身のことだから、内容がかっこ悪くっても人がね見て聞いて笑われるような内容であってもよかったんだけど、自分自身が神の子で救世主だっていうことを伝えていくときに、いろんな人の話がどうしても絡んできちゃうのね。で、その時に自分以外の人のプライバシーを語ることになるんだなってことに気づいてからは、どうもマイクの前で話するのがちょっと億劫になってきちゃいましたっていうことはあるんだよね。やっぱり自分のことはいいけども、他人のことをお話しするのは、それが一番大きい理由です。今までのね、ラジオの中でもバーヤの話したり、ママやお母さんの話をしたり、これはもう身内だから何の話をしても許されると思うけど、例えばこれ友達とか元彼女のこととか、そういうことをお話しするときには本人たちの許可を取ってるわけでもないのに、あまりプライバシーのことは話せないなって、心情的にこれ話してもいいのかなって、で話しちゃいけないことがやっぱり多いなってことに気づいてきたときに、マイクの前でお話しするのがちょっと億劫になってきちゃったなと。かといって、まあ、10ヶ月も経っちゃったんだけど、あんだけ思いもよらない事実というタイトルで話しますって言ったのに、録音しないわけにもいかないので、お話はするつもりですけども、そういうわけで、人様のプライバシーまでお話しするのは気分が乗らなかった。そのために、1年近く録音ができませんでしたというお話です。ね、そういうことで、まあ、そこは皆さんにお話ししておこうと思います。そうそう。それでね、どういうこと？ここから聞いた人にはもう何が何だか分かんないと思うから、ちょっと説明すると、自分はね、要するに神の子だっていうことを証明するために、このラジオで話してるんだけど、どうも神様がね、自分の人生をこう見てて、で自分が17歳の時に熱烈な恋をしたんだけど、そういう時の様子を見ていて、それを歌にしてもらったんだと。それがね、タイガースやテンプサーズの歌なんだよっていうのは後で聞いたわけ、俺は。おじちゃんになってから。若い時はもちろんその色知らなくて。で、そのタイガースやテンプサーズっていうのは、自分が3歳とか4歳の時の日本の大人気のグループだったんだけど、そのヒット曲が自分が17歳の時の恋がベースになってるんだっていうの。それを今度は45歳になってから聞くわけ。何が何だかわからないよね。今ここから聞いた人は全く意味がわかんないだろうね。俺だってわからないよね。それを簡潔に説明しろって言っても難しいんだよな。1980年代に里和は恋をしました。それを見ていた神様が20年前に飛んで、タイガースやテンプザーズの曲を作詞してる作詞家さんや作曲家さんにインスピレーションを送って曲を作らせました。それの内容は、君だけに愛を、君だけにとか、神様お願いだとか、おーまあ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 とか。もうね、俺の書いた秘密の宝箱を読めば、え、そのまんまじゃんっていうような歌なのね。それでもね、確かにそうなのよ。自分でも後から聞いて、ほんとそうだなって思うんだけど、でも普通、自分が3つの時に大ヒットしてる歌が、自分が17歳の時の恋を歌ってるなんて、誰も思わないでしょ。だから俺も思わなかったわけ。でもそういう目で聞いたら、モナリザの微笑み、どんなに遠く離れていても、僕はあの子の心が欲しい。で、それが、あの時の俺の気持ちだな、確かにって、思ったわけなのね。で、あ、そうなんだ。それはあなたの主観的事実だよねって。これはね、そういうことなわけ。要するに、佐藤和也が自分でそう思ってるだけでしょって。それはね、主観的な自分にとっては事実だけども、でも客観的には、佐藤さん、それはあなたの思い過ごしよってこうなったら、これはね、証明することにはならないわけ。だから世の中には赤信号を見て、俺は青だから行ったんだよ。これ主観的な事実。道の向こう方におまわりさんがいて、いや佐藤さん、あんたね、
赤で来たよ、信号無視だよって言われたら、これが客観的事実なわけ。だからね、どっちを皆さんは信用するのかな。佐藤和也が神の子だ神の子だっていくら言ったって、それをやっぱり人は信用しないよ。でもだからといって客観的事実をそれのみをお話ししてもね、だから何ってなっちゃうわけ。だから神の子で救世主だっていうことの客観的事実、つまり誰が調べても誰が見てもそこに答えが来る、それ事実だよねっていうことを最終的にはお話しします。お話ししますが、それが何を意味するのかはやっぱり説明しないとダメなの。で、その説明するときに人様のことをお話ししなきゃならなくなっちゃうわけ。で、例えば、じゃあどういうことなのって言うとね、自分が付き合った女の子、秘密の宝箱に出てくるさゆみちゃんは、エヴァンゲリオンで言うところのレイちゃんなんだけど、まあ、レイちゃんはね、あなたは死なないわ。私が守るものってこう言ったよね。その言葉は全く同じことを、俺が17歳の時、さゆみちゃんこう言った。ほとんど同じ言葉言ったよね。で、それだけ聞いても人は、それってあなたの主観的事実でしょって、そう、主観的事実。これはね、証明できないから。でもね、こういうことを重ねていくと、さゆみちゃんがあの時何を言ったのかって、さゆみちゃんのプライバシーでしょ。それをね、やっぱりすごく考えちゃったのね、急に。俺のことだけじゃなく、彼女のことまで話しなきゃならないんだって気づいた時に、マイクの前で話しづらくなっちゃったんだよね。うん。まあ、例えば、そう、エヴァンゲリオンの中で、レイって、包帯でぐるぐる巻きになっているよね。それでなぜか、魂が抜けたような、ロボットみたいな口調で喋る。まあ、ちょっと変わった女の子。それがレイだよね。で、俺と付き合ってた時のさゆみちゃんは、そんな子じゃなかったわけ。ロボットみたいな話し方する人じゃないし。だから、レイを見て、さゆみちゃんとは全く繋がらないわけ。ところが、本を書き終わってから、俺と別れた後のさゆみちゃんに何があったのか、お母さんやママから聞いたの。そしたら、まあ、そういういろんなことがあって、彼女は包帯でぐるぐる巻きになっちゃったんだよね。事故を起こしたわけ。で、まあ入院して。で、その姿は、エヴァンゲリオンのレイそっくりなんだよね。うん、また、彼女は、俺と別れた後、魂が抜けたみたいになっちゃって、私って、まだ笑えるんだ、なんて呟いたり、うん、それから、ってこういう言葉言ったりしました。じゃあ、それをどんな場面で言ったのか、そういうことを、こと細かくお話をすれば、ああ、これは作り話でできる話じゃないなんて、誰にでもわかると思います。でも、それをこと細かく話せば話すほど、それは彼女のプライバシーに関わることなのね。なぜ彼女は包帯でぐるぐる巻きになったのか。なんで魂が抜けたようになったのか。私って笑えるんだって言ったのか。って言ったのか。そのことを俺はお話しする気にはなりません。それを言わないで、あのね、エヴァンゲリオンのレイちゃんは包帯のぐるぐる巻きでしょって言って。でも、俺の付き合ってたさゆみちゃんも包帯でぐるぐる巻きになっちゃったんだ。だから、どっちもリンクしてるんだってこう言ったって人は信じないよね。それをこと細かく話をしなきゃ、なるほどって誰も思わないよね。思わないでしょう、誰でも。でも今はもう気持ちが固まってます。そのことについて、彼女のプライバシーを晒してお話しする気はもうありません。それはね、確かに佐藤和也が神の子で救世主だってことを皆さんに伝えるためにはそれ必要かもしれないけど、でも許可も取ってないのに人様のプライバシーに関してあんまりこと細かくはお話しできません。その結果、俺が神の子だってことをみんなに信用してもらえなくてもいいです。それよりも俺はやっぱり守りたい人がいるから。うん。やっぱりその人たちの心を大事にしたい人たちがいるから。まあ、それでもね、ある程度は今こうして話してるように話はしますけども、
でも、これ以上のことは、あんまり細かく、誰にでもわかるようには、話しません。それはね、そこまで話して、人様のプライバシーをあからさまにして、リンクやシンクロを証明して、秘密の宝箱の佐藤和也が神の子だということを証明しようとは思いません。信じてくれなくて結構です。今はね、10ヶ月かけてそういう境地になってます。はい。でもさっきちょっと話したレイちゃんのセリフ、完全に同じでしょ？エヴァンゲリオンのレイちゃんのセリフを、あの頃付き合ってたさゆみちゃんが言った言葉と並べると全く一緒です。で、例えばだけどね、彼女こんなこと言った。この絵流せるかどうかちょっとわかんないけどね。和也くん救世主なんだってって17歳の時彼女は言ったんだよね。で、ただ私と別れちゃって和也くん泣くって、とってもかわいそうだったってって、まあこういうこと言うわけ。本の中には涙は一滴も流れなかったって書いてあるけども、でもそんなことないって。最後のところで和也くんすごく泣いてたってって。まあある人が未来を投資したんだよね。あれ？そうだ、あの未来だね。やっぱりまだ俺たちが付き合ってる時に、別れた時のことを投資したら、和也くん泣いてたってって。でも本を書いた時はもう45歳になってたから、和也くん忘れてるだけだって。涙は一滴も出なかったって書いてあるけど、そんなことなかったって。とってもかわいそうだったって。つまり、さゆみちゃんは17歳の時、俺に、二人は別れるんだ。それも、私が和也くんを振っちゃうって、このこと言ってたんだよね。で、なんでってなると、そこはね、誰かが和也くんを振って、心を傷つけないと、和也くん本書かないでしょって。その本を書くから、世界が救われるんでしょって。人類を滅亡から救うのは、その本を書くからでしょって。だから、誰かが和也くんの心をズタズタにして、振る役目が必要なんだよね。それが、私なんだってって。もし、私が和也くんを振らなかったら、そういうことすると、和也くんもしかしたら死んじゃうかもしれないってって。もしかしたら片目が潰れちゃうかもしれないって。もしかしたら片腕が効かなくなっちゃったり、ビッコになっちゃうかもしれないっていうようなこともちょっと言ってたね。でも私そんなことになるの嫌だもんって。私も和也くんと別れるのは辛いけども、でも和也くんが片目が見えなくなっちゃうなんて嫌だもんって。彼女は何を言ってたかっていうとね、というようなことが必要なんだよね。っていう意味ね。そこで佐藤和也は救世主として25年後に立つために若い時の恋を失う必要があったんだね。その俺の心を傷つける役目を彼女は分かっててやったんだね。だから私が和也くんを振らなければ和也くんが片目がなくなっちゃう。でもってこう言った。だってって言った彼女の気持ちは結局どうやって守るのかっていうと俺を振ることで守るって意味だったんだねあれ。まあねすごく説明しづらいんだけどだからまあ有名なセリフだね。エヴァンゲリオン聞いてるとあなたは死なないわ私が守るものってレイちゃんが言うね。魂の抜けたような声で。でも実際にはさゆみちゃんは魂抜けた声じゃなくて、こもった声で、って明るく言ったよ。これは事実なんだよね。レイちゃん以外にもアスカっていうのは出てきて、この間もちょっとラジオでね、何巻かで話したけど、アスカっていうのは、俺が17歳の時に、18歳の時から、家に訪ねてきた、14歳の時に恋をした片思いの女の子。すごい金持ちの家のお嬢さんだった。あの彼女。あの彼女のことを実は俺はね、ニーナと呼んでんだけどね。ニーナっていう名前じゃないよ。ニーナって名前じゃないけど、ニーナとあだ名をつけて呼んでます。このニーナっていうのはどっから来たのかっていうと、沢田研二さんっていう人のジュリーのヒット曲、追憶の中に出てくるニーナなんだけど、これ面白いよ。つまり、俺が言ってんのは、追憶っていうのは俺のことを歌っていて、あの中に出てくるニーナっていうのは、アスカのことなんだってことなのね。
そう、さっきそのこと話しようとしたんだけど、レイちゃんの、だって私が守るものって言った。その、私が守るものっていうのは、ユーミンの曲にもシンクロしてて、守ってあげたいっていうユーミンの曲と、まあ、その場面がシンクロしてるわけ。だから、ね、わかりやすく説明するの難しいんだけど、佐藤和也の恋というのがベースにあって、それを庵野監督が投資して映画を作ったとするじゃない、エヴァンゲリオンと。そうすると、エヴァンゲリオンのセリフと、俺が実際にやってきたセリフやなんかと完全に一致するよね。でも、それを神様が歌に作らせたんだから、それ自体がユーミンともシンクロする。タイガースともシンクロするっていうことになってくるわけ。だから、一つ一つ説明するのすごく難しい、必要難しいんだよね。でも面白いっちゃ面白いんだけど。まあ、アスカなんだけど、なんかすごい名字の、金持ちの、お嬢さん育ちの高嶺の花みたいな、そういう風な女の子だったって本の中にも書いたけど。まあ、アスカーのこともね、エヴァンゲリオンの中ではアスカーのお父さんとお母さんは自殺されてるような感じになってるよね。なおかつ、庵野監督は全く詳しく説明してないけど、場面場面がバババババババってこう、切り替わるような、ああいう静止画像がバーッとこう出てくるものの中で、嫌い嫌い嫌い大嫌いなんてこう出てくるよね。要はね、アスカって人間嫌いになってんだよね。なぜ人間嫌いになってるのか。ここもそうなの。これを説明すると彼女のプライバシーだもんね。こういうことをやっぱり説明できないんだよね。例えばお父さんとお母さんはどうなったのか。これを説明するわけにいかないんだよね。で、じゃあそれだったら信じないよって。まあそれでいいです。細かく説明すれば、なるほど、そういうことか、そういう話はなかなか作り話でできる話じゃないねって、なるほどねってなる話でも、自分のことならともかく、人の人生を、そうやって細かく説明するのは、やっぱりできないなって思うわけ。それから、俺の友達には、S 君。いたよね。小学校からの同級生で、中学、高校と同じ学校に進んで、スポーツマンで髪の毛後ろにこう束ねてて、で、彼は俺より背が高くて、バスケットやってて。で、まあ、うちのバンドの中ではドラムやらせてたんだけど。まあ、S 君。ね。で、彼と俺はまあ親友だけど。実は彼は俺の初恋の人と、俺に隠れて付き合ってたよね。まあ、それ俺は今更恨み節言うつもりはないけど。でもね、エヴァンゲリオンの中でね、彼はこう言ってんだよね。大人はずるいくらいでちょうどいいって。面白いと思わない？誰に言ってんのかっていうとね、シンジ君に言ってんだよ。シンジ君って、まあ、俺のことだからね。俺に、S 君。が、カズヤ、大人はずるいくらいがちょうどいいんだよって言ってんのと一緒じゃん。まあ、どういうふうにずるいのか、それは過去の俺のラジオを聞いてくれればわかると思うけど、俺の友達、秘密の宝箱の登場人物の中では、亡くなってる人はほとんどいないんだけども、S 君。は、彼が17歳の時言ったように、カズヤ、もう僕はその頃は死んじゃっていないってって。カジさんは劇中でも亡くなってるよね。劇中の中、亡くなった人ってカジさんぐらいしかいないもんね。そういうとこがいろいろシンクロしてるって思う。でも、実際の俺の友達の、S 君。が、どういうふうに亡くなったのか。あれ、三重スパイだったけどね。二重スパイか三重スパイか、わかんないくらいスパイだった。つまり、あっちの情報もこっちの情報も知っていて、っていう情報2だったんだよね、カジさんって。で、俺の人生の中では、S 君。は、別の預言者の、の情報も知りながら、それから、もう一人別の俺の友達の、R 君。の情報も知りながら、あっちからもこっちからも S 君。には情報が来て、で、カズヤ、救世主なんだよって。俺に教えてくれたのは、S 君。だったからね。だから本当に三重スパイみたいな、そんな存在だったよね。まあ、そういうことで、なんでこんなに10ヶ月も遅れたのかっていうことについて、自分でも気持ちの整理がついてきたので、やっとそのことをお話しする気持ちになってきたので、お話ししてみました。で、今日はね、
過去に思いもよらない事実について録音した文がありますので、そちらを聞いてください。はい、ではどうぞ。